はい、こんにちは、カズボーです。前回ね、続きやっていきたいと思います。グレープサイマン4号ってね、書いてますけども、ね。ここをやって、まあ、もう一箇所やって終わりかな。ぐー、俺はこんなことするわけには。カブラ、頑張れ。あと少しできっと。ち、僕の洗脳に抗ったのはベジータ以来だよ。お、来た。バビディ。現れたわね。お前を倒してカブラを解放する。そうやって吠えていられるのも今のうちだよ。先ほど君たちが戦ったおかげで魔人復活のエネルギーが溜まったんだ。なんだって？さあ出てこい魔人ブー。パンパカパーン。おお、一番やばいやつだ。ウキャ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 。え、いきなりこのブー？太っちょの方じゃないなんて、これも異変のせいね。俺たちの行動が魔人ブーを復活させてしまうとは。よし魔人ブー、あいつらをやれ。グーグー。ま、魔人ブー、何あれ、害がなさそうだけど。気をつけろ、あれこそ魔人ブーだ。一見害はなさそうに見えて。おい魔人ブー、あいつらを倒せと言っているんだ。しししし、あのまま言うことを聞かないでくれたらありがたいのですが。言うことを聞かないとまた封印しちゃうぞ。ガウ、そうだ、また閉じ込められるのは嫌だろ。言うことを聞け、いいな。うきゃー。なんだよ、やっつけるのは僕じゃないぞ。仲間あれかな。ニヒヒ、ウキャ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 。まあそううまくはいきませんよね。戦うしかないね。早くカブラも助けてあげなきゃ。バトルする仲間を選んでくれ。キャラクターをこのチームで戦うチームで選ぶ。俺の力を試してみるかな。デッキは前回使ったものなんで、今回またガチャやってね、いいの手に入ればまた次回考えます。8000以上脱出手で勝てばウルトラクリアだ。8000？ ちょっと狙ってみようか。8000だったらね、ちょっと考えなくちゃいけないですけど、まあこうかな。8000か。まあいいことだね、広いな、広いな。3回連続、まあ、ウルトラクリアしてるんだったら、パラガスだけ出しとけばね、いい感じですけどね。おぉ。あ、しまった。マジで。あー、くそ。まあいいか、まだ1ラウンド目だからいいよ。まあ、大してね、さほど、まあ、変わるかったか、そうでもないからね。行きますか。2ラウンド目、3ラウンド目は普通にいけるんで。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。敵のアビリティ発動だ。さあ、受けとくかまずいね。OK。メインカードを渡す。ふっ、策が。あんなの無理だよ。でも2つ減らしたからいいよね、エナジー。
よし、これで勝てば敵を超速くするってなったもんね。あんなん敵早いけどこっちも速くて見えないし、あんなのなんで起きてんだろうね。オッケーオッケー。そう、撃ちたかったな、ベジットな。行けたんな。あー、きついな。 OK、 行けるかな。4800か、ダメだ。でも次にスーパーエナジー出ない。まあいけんな、これは。ね、勝った。まあカードがね強いとね、まあこういうこともありえるので、とりあえずまあ勝ちは勝ちだからね。まあこれほどの強敵を倒すと、ほらまだまだ強くなる。これが今回のスコアだ。この今の苦手の悟空がやっぱチャージインパクト変えるのとちょっと交換したいかな。まあ、その手に入ると思いますんで、いろいろいいものはね。お、フロスト。みんなよくやってくれた。魔人ブーは完全に消滅したようだ。母、俺たちのパワーが勝ったんだ。チームのおかげで自分とは思えない力が出ました。さて、これで2つルート分かれるから、もう1回戦闘があって終わりかなと思うんだけど。あ、やはりここ行ったらクリアだ。左なんだろう。まあ行きましょう。ボコ君、君のいる近くで事件が起こったようだ。まさか脅威による異変？わからないが、急いで現場へ向かって状況を確かめてくれ。俺もすぐに追いかける。なんだか騒がしい。どうやらこの先が事件現場みたいだ。ね、ちょっと君、お、この人はグレートサイヤマン2号だ。ここは立ち入り禁止よ。これ何をしているの？事件が起こったと聞いて見に来たんです。何があったんですか？この先で強盗事件があったの。犯人は私たちが捕まえたけどね。じゃあもう事件は解決したんですね。それが他にも犯人の仲間がいるみたいで、まだ捜索中なの。それにしても君、妙に急いでいたわね。何か理由でもあるの？もしかして俺、強盗の一味に疑われてる？俺はただ現場を見てくるようにマスターに言われて。マスターってまさか強盗一味のボスのことじゃないでしょうね。違いますよ。マスターはつまりグレートサイヤマン3号で。グレートサイヤマン3号？それで俺が4号で。君が4号？ちょっとそれどういうことなの？あ、まずいこと言っちゃったかな。ここはひとまず逃げよう。あ、ちょっと待ちなさい。待ちなさいったら。ポコ君、これは一体どういう状況だい？あなたがグレートサイヤマンを名乗る強盗一味のボスね。強盗一味、なぜそんなことに？強盗ダメ、コスチュームはかっこいいが悪いことをしたらダメだよ。おい、1号だ。グレートサイヤマムか。これはかなりまずいな。いやー、3号というだけあって、見れば見るほど強そうなやつだ。これは僕たちも本気で戦った方が良さそうだぞ。仕方ない、ボッコ君、ここはひとまず応戦だ。お。あー、なるほど。最初にバトルするメンバーを選択してください。1番目のバトルメンバー、まあいつもはどれでもいけんだろうな。フローズとかもやってみたい。まあとりあえずやってみましょう。どうなんだろう。36,000。あー、そういうことね。ドラゴンボール。じゃあちょっと慎重に行こう。
ここだととりあえず落ちないからね、そんなん来るよ。温存しとけばなんとかなるかなっていうのもあるから。負けてるし、まあ大丈夫ですね。お、ダメージが2倍になるわけ。よし、その程度か。2ラウンド目はね、出した方がいいですよ。手を出してくるとね、ちょっといろいろ食らうからね、あっちも。フリーズとか。うん、ベジータにつけようかな、チャージインパクトに。打ってっかもね、もしかしたら。オッケー。まあ、ちょっと狙ったね。喋って失敗したと思った。あ、今思ったけど、これ負けても違うメンバーでそこからできるって感じかな。アマロクちゃんは多分強いよね。まあいけるけどね。オッケー。マックスだったらね、2倍打てるんですけどね。まあ、間違いなくあの、まあ、ビーデルさんね、死んだね。まあちょっとしたアーケード版もこんな感じだよね。やはり。これゴッドボスっているからね。これが今回のスコアだ。ポルガバトルアップ想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。おお、いいね。やったな、レアチケットだ。メガ騎団電撃青金だ。おや、クラスアップ、勝手に上がるんだ。絆レベルアップだ。絆レベルアップボーナスゲットだ。今戦って分かったぞ、この二人の言っていることは本当だ。え、そうなの。あ、二人ともすごく純粋な気だ。とても悪人とは思えない。いや、やっと分かってもらいましたか。どうなることかと思った。それに三号君の気は誰かに似ているんだよね。いや、よくある気なんじゃないでしょうか。うん、そうかな。でも、そんなことを気にしてもしょうがないか。ふう、危なかった。ごめんなさい。私が早とちりしてしまったせいで。そんなに気に病む必要はないですよね、ボッコ君。うん、俺は憧れのグレートサイヤマンと戦うことができて感動しました。憧れだなんて照れちゃうな。ここは4人のグレートサイヤマンが拳で語り合えたということ、どうでしょう。うむ、新たなヒーローの絆を結ぼうではないか。それじゃあいつもの行きましょう。
この世に悪がある限り、正義の怒りが炎と燃える。え、あ、これは、やらないといけないのか。クレツサイマー1号、同じく2号、さ、3号、4号。まさかここまで恥ずかしいなんて二度とやらないぞ。グレートサイヤマンになりきってないね、まだね。よし、じゃあ戦闘は全部終わりだね。じゃあ次のとこ行って、ね。ここでとりあえずここは終わりだね。この場所は。バトル8回って初なんだね。そんな僕の魔人ブーが。バビディ、はぁ、あ。やめろ、うわぁ、もう、はぁ、はぁ、カブラ君の洗脳が解けたわ。君、大丈夫か？マジかよ。これ、俺がやったのか？畜生、俺はなんてことを。仕方ないよ。カブラは操られていたんだから。でも、タウンをこんなにしまって、俺。お。ポッコ君、ヒーロースイッチが反応してる。本当だ、まさかカブラも？なんでよ、俺がどうかしたのかよ。あ、これも使えんだね、今度ね。多分ね。カブラ、俺たちと戦わないか？戦うってどういうこと？実は俺たちさ、無理だって、世界を救うなんて。俺は敵に操られるようなやつだぜ。でも、君はそれに抗っていた。強い意志がないとできないことだよ。かつてバビリに洗脳に抵抗できた誇り高き戦士と同じくらいにね。うん。このヒーロースイッチも君を選んだんだ。協力してくれないかな？それに一度敵の標的になっている今後も狙われる可能性も。ええ、ヒーローズに入るかは別として私たちといた方が安全かもしれませんね。マジかよ。またあんなことが。それだけは嫌だ。仕方ねえな。そんなに言うなら俺の力を貸してやるよ。足が震えてるわね。はあ、彼大丈夫かしら。大丈夫に決まってんだろ。男に二言はねえって。それにタウンを破壊した償いもしたいしな。うん、よろしくカブラ。よし、早速で悪いんだが、カブラ君、これをつけてみてくれ。これがさっき言ってたヒーロースイッチってやつか。いいけど。はは、やっぱり、バッチリ適合したね。ん、ああ、これを使えば、お前たちみたく戦えるのか？よし、俺のように操られるやつが出ないよう頑張ってみるかな。ありがとう、カブラ君。これでよりヒーローズの戦力は増したよ。うん、あとは敵の動きだけど。大変よ。別の場所でも敵が暴れ始めたみたい。街にどんどん被害が出ているわ。あ、こっちも大きな気を感じている。みんな、急いで向かおう。なるほど。これ入れ替えられんのかな？もしかしたら。三章。お！登場、その名はシーラスが解放されたぞ。だね、ここ行かないとね。バトル7回あんの。そこは通常のものでは足を踏み入れることすらもできない場所。さあ、こっちにいらっしゃい。準備するわよ。お、なんだ。悟空とベジータだ。ああ、時の海王神。ん、なんか、必要なもんあるのか？今回、あなたたちは正式に任務に就くの。身なりもちゃんとしてもらうわ。格好などどうでもいいだろう。俺はこのまま行かせてもらうぞ。まあ、はてなって書いてるけどね。誰かはすぐわかりますね、これはね。あら、そう。ならあなたはここに残ってもらおうかしら。な。まあ、いいじゃねえか。どんなもんか楽しみに着替えてみようぜ。そう。ならさっさと持ってきやがれ。じゃあそこにかかってる服に着替えて、安心して絶対似合うと思うわ。もう着替え終わったわね。ならゼノの方か。だよね。おう、いつもの道着じゃなくて違和感はあったけどな。それは我慢しなさい。あなたたちは今から。うん、無駄話はその辺にしてさっさと行くぞ。え、そうね。それじゃあ行きましょうか。もう少しだけ耐えてちょうだいね。はい、何やらイベントが進むようですが、新たな場所なので、いや、ね、登場その名はシーラス。まあ、戦っていくんでしょうけど、ちょっといろいろ見てみようか。仲間編成やっぱあるよ。
参加中。レベル1やもんね、絆レベル。だからしばらくは、主人公使ってもいいか。ドリで使えねえわけだな。ちょっとレベル上げてから後で使ってみよう。距離上げるのもいいかもしれないけどね。まあちょっと見たいのもあるので。これなんですけど、多分いいの売ってると思うよね。アクセサリーショップって。いらっしゃいませ。お金貯まってるもんね。あー、なるほど。チャージバックスピード遅くて。これベジータに持たせておけばいいか。ノーマルを使っちゃおう。5段、5段やったっけ？5段、6段でやってみようか。何かしら当たるかもしれない。やった。なんか来た。真ん中の上、なんか、やばいぞ。ヒットもある。アルティメット3枚。ゴジータゼノと、アラク、キテラ。アラク、アラクってなんだ。ちょっと待って。第6段。ラッキーだな。ビルス様もいるね。ターブルがいる。ちょっと待って、このターブルってあの前のターブルと違うよ。もう一回やってみっか。アルティメットさっき3枚だったのに。レアはちょっと貯めておこう。これは強い力を秘めているぞ。うん、なんかあれいるね。何でしたっけ。ちょっと待って、ブロリーとかいるけど、ケールがアルティメット。よし、見てみよう。ちょっとデッキ2位に作りますけど、2ラウンド目以降アタッカーにするとカードアクションが発生する。成功すると連携に参加できなくなる。代わりにパワーが永続で3倍になり、必要エナジーに関係なく、さっさとが永続で発動できるようになる。連携参加できないけど、単体ですげえ強いってことか。チェンジに成功していると戦闘力バトル終了時自分の記録を回復、敵のガードとダメージ軽減効果を無効にして攻撃する。これ前のブロリーだな。ここもブロリーもやばいな。リアルデータをクラッカーにすると超エナジーモード突入。連携に参加できなくなる代わりに絶対に気絶しない。自分が攻撃を行うたびに攻撃した敵のパワーを3000奪う。第4宇宙の破壊神。2ラウンド目以降アタッカーにすると自分チームの攻撃時スーパースターブレイクモードに突入。隕石をたくさん落としてダメージを与える。パーフェクトブレイクを達成するとその敵の、チャージングファクトスピードを速くする。作戦決定時アタッカーにすると自分チーム全員の記録を回復する。またそのラウンドのみ自分チーム全員が気絶しなくなる。1回限り。あ、いいっちゃいいんじゃないか。まあちょっとね、やってみよう。第5宇宙の破壊神。これもパーフェクトブレイクと、ラウンド終了時仲間のパワーが初期値より低くなっていると、その仲間のパワーを永続でプラス1万。え？パワーが初期値より低くなっていると？いや、減らされたら、下げる効果の時にこいつ使えばいいんだ。一応入れとこうか。ゴジータゼノ。絶対無敵の合体戦士。スタッツが発動できる時のアタッカーにすると、ロックオンした敵を攻撃し、1.2 倍のダメージを与える。さらに、自分よりもチャージインパクトスピードの遅い敵を攻撃したときは効果がアップする。バトル開始時敵より HP が少ないと敵に当たるダメージが永続で 1.2 倍になる。さらに敵に邪念場ゼノがいると効果がアップする。なるほど。フリーザ復活。まあいろいろあるよね。はい、ちょっとね、アクセサリーとかいろいろね、いじくってみましたんで、次回ね、またちょっと違う戦いになると思います。多分普通のね、アーケードモードとかだったら、まあ、装備品は多分ね、持っていけなかった前ね、だそのカードの、まあ、特有のアビリティを使って、ここはクリアしなくちゃいけないんだけど、こっちはね、ちょっと違うんでね、他の使えるカードとかを、まあ、カスタマイズできるんで、だからベジータとかね、チャージインパクトが早かったので、
まあ、それを遅くするのもあったので心眼とかね、そんなんとかを、まあ、つけたんで、どうなんかな、チャージインパクト当てればなんかいけんもんね、次ね。ということで、まあ、そういう感じでしょうね。なんでまたね、チケット貯めてね、また次回とかなんかいいの弾ければいいかなと。だんだん集まってきたんでね、またね、お手出せますね。まだパート1ぐらいしかやってないんで、アーケードモード。だから全部いけるぐらいまでね、まあ頑張りたいと思います。まあ、単体のカードでチャージインパクトに影響するようなね、そんなのがあればいいかなと思ってるので、まあそれを駆使でね、頑張ればね、なんとかいけるんじゃないかなって考えてますね。で、またね、ちょっとね、いろいろ勉強して、まあ挑みたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターもなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。